たどり着いた先はハリウッドサイン。こんにちは、メガでございます。先日買ったバイク KTM890 アドベンチャーめっちゃいいんですけど、まだまだ慣れません。乗るときいつも怖いです。そんな感じでいろんな撮影をしながらですね、向かう先はここ。はい、皆さんこんにちは、オメガでございます。オーマイガーということでですね、バイク楽しいんですけど、ハイキングもしないと、私は JMT とかあるんで山も撮りたいんで、ちょっと今日はここからグリフィスパークを通りハリウッドサインに行きたいと思います。チャンネル登録まだの人よろしくね、あとグッド評価もよろしくね。ということでレッツドゥーフォー、お願いします。オッケー、そんな感じで準備完了です。でバイクはこんな感じでカバーしてあるんで多分大丈夫でしょう。すげえな、このバイクからのハイキングってなかなかおもろいね。やべえ、雲ね、最高、イエーイ。めっちゃ綺麗。あっちの方ね見えづらいんですけど雪山があるんですよ。多分マウントバルディだと思うんですけど、やべえ。イエーイ。ウォー。オッケー。着きました。グーフィスオブザバトリー。グーフィスパークの天文台。ということで次は向こう側に見えるハリウッドサインに向かいましょう。レッツゴー。すげえ、馬だぜ馬。よいしょ、レッツゴー。ハリウッドサイン、ウォーホー、イエーイ、ハリウッドサイン。よっしゃ、次はあの上に行っちゃいたいと思います。レッツゴー。 OK、 来ました、ハリウッドサイン、イエーイ。あった、あーちょっと死ぬ。で向こう側に見えるのは貯水湖みたいなやつ、ハリウッドリザーバーです。イエス、オーライ、そんな感じですね。次はもうバイクの方に向かいたいと思います。よし、ということでバイクまで戻ってきましたよと。あー疲れた、楽しかったけど投げ。ちょっと着替えてバイク乗って飯食ったりしに行きたいと思います。お願いします。オッケー、そんな感じで準備整いました。こんな感じでハイキングもやりつつバイクもやっていきたいなと。でバイクは特にここのこの先数ヶ月は LA 近郊で街乗りしながら練習したり、ちょっとこう峠っぽいところ近場で攻めたりして練習したりっていう期間が続くので、逆に今まであんまり行けなかった LA の観光スポットをもっと開拓していきたいなと思いますんで、もしなんかここ行ってほしいみたいなリクエストあったら教えてください。日本だったら地球の歩き方とかそういうの見てあえてそこ行ってみるとかっていうのもありだし、バイクで、まああと普通に LA の地元の人たちが結構知ってるような観光スポットじゃないけどいい感じのスポットあったらそういうとこ行ってみたいと思うんで、そんな感じでやってみたいと思います。ということでいいと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もありがとうございます。ということでほなーしょ。
そしてこの後腹ペコの状態で向かった先は最近ハマってるポルトス。ということでこれからしばらくは LA 近郊の観光スポットや自然をお届け、夏にはツーリング頑張ります。